はい、じゃあお辞儀で倒す方をやっていきたいと思います。お辞儀で体を波動させてですね、倒す方をやっていきたいと思います。じゃあここを持ってきてもらって、普通に倒そうとしてもこれは倒れるものではありませんが、お辞儀によって体を波動させておくと相手を倒すことができます。この方法をもう少し上手くなってくると、じゃあここをちょっと持っていただいて、うまく体操動きをしながらですね、お辞儀を入れることによっていろいろ罠になってきます。突きを、攻撃を受ける練習をしたいと、受ける方法をやりたいと思います。普通に、頭をただ下げてこう、まあ、ダッキングとかして、ね、避けようとするとですね、次攻撃に行くことは難しくなります。ここでお辞儀を使います。そうすると、次の瞬間相手は、消えたように感じてですね、目標を見失って、バランスを崩しているので倒すことができます。で、この方法はですね、いろんな武術にも出てきたりしていてですね、じゃあもう一回お願いします。まあ、こんな感じでですね、クシャンクとかですね、受ける方法にも現れています。中国拳法ですと、まあ、こんな感じで、使ったりもするかと思います。で、こちらに来ていただいて、剣士の技でいくとついてきたところをこれでこっちを蹴ったりしてみると思います。ではまずは普通にやってみてください。はい、こんな感じで耐えることができます。では今度は、波動をお辞儀を使って、波動をお辞儀のコツを使ってですね、波動を起こす方法でやってみてもらいます。おっ、はい、こんな感じですね。体の上下の重さがですね、手にグッと乗ってきてですね、耐えることができません。じゃあ今度はこの状態でもやってみたいと思います。はい、このようにですね、こう相手がここを押してきた時なんかに、こんな感じで、お辞儀をしていただくと、倒すことができます。これがお辞儀を脳骨を使ったで波動を起こす方法です。避けるのやつ、はい、おお、消えますね。消えますね。追えないですもんね。追えないですね。おお、追えないですね。追えないですね。あ、そうかね。これ難しいですね。難しいですね。あの回ってきるやつ届きますか。あ、はい。おお、でもなんか違う。そんな感じ。睡眠ゲーム難しいですね。難しいですね。